日本埼玉県上尾市、戸崎戸崎は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは大谷地区で分類されている。郵便番号は362-0053。埼玉県東部で上尾市南部の埼玉市側に、三崎城に大きく突き出た大宮大地上に位置する。地区の東端を鴨川が、西端を浅間川が流れ、地区の南端で合流する。鴨川には、 中橋や戸崎橋などが架けられ、埼玉市に通じている。鴨川沿いの中世平野と大地との境界に、大地崖がある。東側を埼玉市北区奈良町、南側は埼玉市北区西新町や道西区内野本郷と接する。西側は埼玉市西区西新,新井、北側は中新,新井と接する。地区の北東部に児童型の飛び地が2カ所、地区の南部に、 中洗いの飛び地が3カ所存在する。また自童型の飛び地と中洗いの飛び地の間にごく小さな戸崎の飛び地がある。地区の全域が市街化調整区域で、南端の鴨川と浅間川の合流点付近に、大宮ネオポリスなどの住宅地が造成されている。他宅地が点在するが、大部分は農地で雑木林や屋敷林の風景が広がっている。 河川沿いの定地は1950年代頃までは水田として利用されていたが、その後の周囲の都市化による営農環境の悪化により荒れ地化した。また、1981年に、星学院大学の校舎の新築工事をした際に、旧石器時代の石器が出土し、前、戸崎遺跡と名付けられたほか、中戸崎遺跡と称される縄文時代中、 後期の縄文遺跡が発掘されている。中央高等技術専門校の場所には、氷川遺跡の放蔵地があり、住居跡などの遺構や、土器片の他石器や鉄釜の遺物が発掘されている。浅間神社前にも浅間遺跡があり、土器片や石器が発掘されるなど、地内に放蔵地が点在している。戸崎地区から望む富士山が、関東の富士見百景に選定されている。 元は、江戸期より存在した武蔵国足立軍差し置き領に、属する戸崎村で、古くは、中世末期頃より存在した、水旗層に属されていたと言われている。中荒井、堤崎の間や宝来、平方、入間軍古屋城の間に戸崎村の飛び地があった。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では150国、元六号長及び、 天保号町によると270国余りであった。活性期の個数は28件で、村の規模は東西7町余り、南北12町余りであった。地名の由来は、新編武蔵風土気候に、林村よりよほど高きところにて、出先に似たるゆえ各呼べりと記されるように、突き出た大地の高端部から生じた地形名によるものと思われる。年の農業産物は、 武蔵国軍孫氏によると、米141国、大麦141国、小麦20国、大豆18.5国、小豆2国、栗36国、冷え45国、生茶160巻であった。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に、 鉄道は付設されていない。最寄り駅は高崎線宮原駅もしくは川越線日新駅であり、地内に立地する聖学院大学や戸崎公園も当駅が最寄り駅であると案内する。地区内に国道及び主要地方道、一般県道は通っていない。地区内に路線バスは運行されておらずコミュニティバスのみ運行されている。戸崎公園の部分開園に伴い、 戸崎公園バス停留所が2019年9月1日に新設されている。なお、以前は、生学院大学前から、宮原駅、西大宮駅両駅へ、生学院大学のスクールバスが一般利用できたが、2019年9月現在では、大学に用のある方の一般利用に限定されている。ありがとうございます。